いつからかそばにあった未来を外が見しめてみる。どんな言葉でどんな仕草で君を守れるだろう。時間の果てまで。ノルンのネットウェブラジオノルン放送局。飛行船ノルンへようこそ。パーソナリティの加賀美樹役遊佐浩二です。この番組は PSP ゲームノルンのネットの作品の中にテレビはあってもなぜラジオがないということで無理やり作ってしまった番組です。そして今月3月の当番はこの方だ。ノルンへようこそ。一ノ瀬千里役の下野博です。ノルンへようこそ。シュクリア・キト役の杉山範明です。はい、ようこそおいでくださいました。よろしくお願いいたします。もう大丈夫ですね。この番組のテスト分かりましたね。はい、はい、もうどうしたんですか。げんなりしたかな。はいってちょっと、あんなにノルン号をノリノリで作ってた。そうそう、下野さんと思えない。もう任せてくださいっていうね。なるほど、そういう気持ちで。本当そういう気持ちで。 MC を任せてほしい。そうそういうことではない。そういうことではない。そういうことではない。まずそこまでではないです。はい、あの今回あの前回とまた違うコーナー入ってるんで分かります？はい、気づきました。気づきましたか？気づきました。なるほど、ええ、家広い？なんでそれ何度も聞くんですか？いや、置く場所からね。まあね、杉本さんはね、もう慣れたもんですけれど。いえいえ、とんでもないです。今回勝つ自信は？いや、前回のはたまたまね、ちょっと楽なのが弾けただけなんで。先月来てくださった雑賀さんがね、はい、同じタイムということになりましたんでね。ああ、前回とあれもしかして、じゃあ結構最下位争いですか？いやいやいや、そこまでまだまだね、僕は杉山君に頑張ってほしいなと思ってるわけです。頑張ります。そういうふうに頑張ってほしいなと思ってやっぱ来ていただいてるわけです。やっぱりね、ノルン号はみんなのものですからね。いやいやいや、そんなことない。何言ってるんですか。誰かのものでいいと思う。誰かのもの。下野さんね、はい、欲しいね。まあおいおい分かっていくと思いますけどね。リスナーさんはね、今すごい面白いと思う。今下野さんのことすごく温かい目で見てた。そうかそうか、大丈夫ですか。どうですか、もうね3月もう下旬ですよ。そうですね。お二人花粉症？花粉症ですね。なんかでも今年結構早めになんかもう飛んでるみたいなこと言われたんですけど、うん、もうあのね、2月の段階で僕も2月の頭でもくしゃみ出てましたからね、はい、ああ、でも風が強い時はちょっと感じたりしますね、なんか早い人だとなんかもうすでに1月からっていう人もいたみたいですよ。ああ、そうみたいな。敏感な人はね、敏感な人はってことなんですよね、うん、あとなんか種類が違ったりするね、花粉の種類。そうなんですよね。でもどうなんかね、今年はちょっと例年より少し少ないみたいな話も聞いたりするけど、ね、本当かな。でも少なくたって花粉症だったら反応するじゃない。そうですね、そうです ね、 ね、少なからず反応しちゃいますね、うん、で如実にこう仕事に影響してくるわけでね。ええ、そうです。僕絶賛多分今なってます。あ、泣いてるんじゃないんだ。泣いてるんじゃない。何かに感動してるじゃない。じゃあない。なんだ、ドルが絶賛なってるんだ。このラジオに出られて嬉しいじゃない。嬉しいじゃない。嬉しいですけども、嬉しいですけども、さりげなく涙は、涙は出てない。なるほどね。なるほどね。はい、下野君にね、いい思い出が作れるといいなって。そうですね。ということで、そろそろ行きましょう。飛行船ノルン出発。ノルン放送局。さあ始まりました、ノルンチャンネル。このコーナーは毎回先生をお呼びして皆さんからのお悩みに簡潔にお答えするコーナーです。今回は杉山範明先生です。先生、よろしくお願いいたします。お願いします。今回のお悩みはひよこネームエリゴンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。授業中の眠気に勝てません、どうすればいいですか。ということなんですが、先生いかがでしょうか。学生さんですかね。そうですね、ゆっくり寝る日を作ってください。なるほど。やっぱりね、疲れてると、はいはい、疲れてると一、はい、日だけだとダメなので、はい、ちょっとね、休みを設けていただいて。なるほど、はい、しっかり寝ていただければと思います。皆さん、はい、エリゴさん分かりましたか。一回は授業中諦めてください。もう今日は寝るって思ったらしょうがない日もあるんです。そういう授業中、まあ、その日はちょっと捨ててくださいっていう。あとで短時間、例えば5分とか、ね、10分とかね、はい、お昼休み休憩の時はね、はい、寝るだけでもやっぱり頭が冴えるので。なるほど。そういうのも手かもしれません。語源は飛ばしてくださいっていうことで。そんなこと言ってない。ノルンチャンネル、次回をお楽しみ。はい、ちゃんと授業は行ってください。ノルンタイムアタック9。
このコーナーは目の前に並んでいるカードを1枚引き、そこに書いてある答えを9つ上げ、そのタイムを競うコーナーです。今回チャレンジするのは、下田博さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すぐに答えられる質問から悩む質問、考えないと答えられない質問などいろいろ用意してます。はい。6枚あります。すいません、もう、お分かりですね。はい。はい。分かってるんですけど、はい、なぜ、初めて来た人が、何でも一番最初にやるんですか、はい、みんな初めてはあるんです。なんかいい風にまとめたけど。初めてはみんなやるんです、ね。ということでよろしいですか、杉山先生。はい、もうぜひぜひ。杉山先生、初めては誰にでもあると。怖くないということでよろしいですか。わかりました。はい。ということで6枚ございます。とにかく1枚選んでいただきたいです。はい。いや、刺してくださいね。開くな、自分では見るなということで、ね。僕は読み上げますから。わかりました、はい。じゃあ、これでお願いします。これで。はい。いいんですか、これで。それでいいです。今なら変えてもいいんですよ。本当ですか。じゃあ、これでお願いします。これにしますか、うん、変えてませんよね。これラジオじゃない。ラジオは説明しないとわかんないけど、けど変えてません。いや、変えてるように聞こえた方がいいのかな。ちなみに下野さん、これで一番遅いタイムの人がノルゴを引き取ることになる。やっぱりそうだ。やっぱそうだ。はい、ということで、これ初めての質問ですね。大丈夫かな、下野さん。でもあれですもんね、あれですもんね。あれって何だ。あれが何なんですか。どんな質問来たんすか。もうよろしいですか。はい、いい、もうすぐ行っちゃいますけどいいですか。はい、多分分かりますよ。はい、はい、それでは読みます。何でもいいので、英語の単語を9つあげよう。ノルンタイムアタックスタート。ドッグ、チキン、ピッグ、エレファント、レッド、オープン、オープン、クローズ、はい、メロン、メロン、バナナ。途中まで明らかに食肉の方に行ってましたよね。ドッグじゃないよね。ホットドッグとかでしょ。犬を答えたつもりがね、チキン出てきたらもうその後食肉しか出てこなくて。ピックとかね。なんか明らかにこう食の方に寄りかけたところで、エレファントって言って、おどうしたの。方向変えたんでしょうね。何かあったんでしょうね。途中でレッドって一回だけ色が入るっていう。俺何さ、このまま色シリーズで全部行くのかなと思ったら、全然なんかオープンクローズって言って明らかに店が閉まってた、開いたとか閉まったんで。もうね、目の前にドア見えちゃった瞬間にね、オープンクローズって言って。あ、これドアの方で、ね、ドアの方でしたね。ね、ということで下野さん、はい、なかなかのスコアですよ、うん、聞きたいですか。はい、聞きたいです。どうしようかな、教えようかな。教えなかったら強制的になんか俺が引き取るみたいになるんじゃないですか。はい、いや、これね、はい、ちなみに、今トップというかね、ワーストなのが西賀さんの3分31秒、はい、で次がね、佐藤くん2分54秒、ね、はい、割とその辺でね、はい、分台が出ててね。なるほど、一番早いのは吉野さん、うん、11秒。11秒ってすごいですね。はい、面白い答えが出ましたか。手応えあります。手応えですか、はい、手応えは特にないです。ないですか、はい、正解です。下野さんのタイム16秒。このね、何位ですかね、 1,2,3,4 位ぐらいですね。4位ぐらいですね。4位ぐらいです。真ん中ですね。真ん中ですね。そうです。でも下野さん、諦めないで。え、杉山さんもね、2回目来てますから、はい、はい、まだまだこれ本当タイムが更新できる可能性ございます。どっちに更新するか分からないですけど、イベントでね、渡そうっていう話だったんですけど、はい、ご好評につき、ちょっと延長されましたんで、はい、下野さん、まだまだチャンスある。今回の結果に、待ってください、待ってください。今回の結果に、絶望しないで。え、諦めないで。これ、早い方のタイムじゃなくて、最新のタイムが、なんですか。そうです、更新されていきますから。マジっすか。どんどん更新されていきますから。うわ、次回出ていただいた時に、3分31秒を超えれば、下野さんのもの。なるほど。なんでこんなテンション高いの。なんでテンション高いの。はい、ということで、下野さんは、16秒、はい、ノルンタイムアタック9でした。
さてさて、皆さんからゲームの感想や近況、我々への質問などがガンガン届いておりますので、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ひよこネーム大福さんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆささん、ゲストの皆さん、こんにちは。こんにちは。私はノルンのゲームの限定版を発売日に買いました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。私は、キャラクター同士の漫才のような掛け合いが大好きです。ノルンのキャラクターは一人一人個性が強く、見ていて飽きません。今度ファンディスクが発売すると聞きました。また皆様に会うのが待ち遠しいです。はい、ノルンのレッドラストイーラのことですね。ラストイーラまあこれね、続報はね、追ってこの番組でもね、お伝えしていきたいと思いますけれども、ね、これ、はい、限定版を初日に買っていただいたと。ありがたいですね。ありがたいですね。やっぱそういうね、熱烈なお客さん多いですね。そうですね。番組ありがたいことです。だから本当にこの番組ってヒロインたちも呼んでくださいっていうお便りもたくさんいただいてるんでね。すごいですよね。そう、結構なんかヒロインも人気っていうのが、なかなか まあ確かに佐藤くんの気持ちを考えて。どういうこと？俺なんか変な。佐藤くんはヒロインよりも順位が下だったんだよ。それは二度と言うな。いやいや、ウィスパーにしても聞くのかってそう、なんだったらもういっそここカットしてもらった方が。いやいや、大丈夫なんです。それがそれのおかげでぐん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 順位が上がってますから。切られることによって順位が逆に上がる。でもヒロインがね、人気っていうのだからね、はい、すごいなって思いますね、本当に。まあ、それぞれのルートがあったりとか、それぞれのヒロインの個性があったりとかがするのか、はい、するからかもしれませんけど、いや、あまりなかなかないなと思って、お手向けで。ヒロインが3人っていうのも珍しいですよね。珍しいですからね。いや、本当にありがたいお便りでございます。ヒロインつながりで僕のところを紹介していいですか。はい、はい。ひよこネーム、ただゆきさんからいただきました。ありがとうございます。女性ですよ。はい。美しいイラストに皆様の素晴らしい演技に、ノルの世界に引き込まれました。杉田さん演じるロンと、杉山さん演じるアッキーが大好きです。そして何よりヒロインたちが可愛すぎる。そこで質問ですが、小春、美琴、七海の中で、恋人、奥さん、友達にするなら、それぞれ皆さん誰を選びますか、というお便りいただいてます。どうですか、誰を選びますか。恋人にするなら、奥さんにするなら、友達程度なら。言い方今最後、今最後だけ完全になんか悪意を感じましたよ。いやさ、そう書いてます。おかしいでしょ。友達程度ってどういうことですか。恋人、奥さん、友達程度っておかしい。なんかおかしなミスリードがあるんですけど、じゃあ聞いてみたいですね。恋人にするなら誰がいいですか。まずそれ以前にもう千里小春しか言ってないんですよね。言ったとか言ってないとか、そういう表現はやめてください。言ったとかそういうの、小春オンリーなんですよね。ガツガツした感じやめてください。乙女ゲームなんでガツガツした感じやめてください。なんでその言葉遊びみたいな感じ。そうですね、なんかね、他のなんかヒロインとはあんまりね、いや僕らもね、はい、僕もわからないですよ。正直で、ななみちゃんとね、小春ちゃんとほとんど関わりがないんですけど、はい、実際まあこう今イラストがあります。まあ、下野ヒロとしてどうですか。そうですね、僕でもね、巫女とルートなんですけど、はい、恋人にするならね、恋人っていうところだったら小春ちゃんかな。ああ、純粋でね、楽しい。そうそうそう、僕小春は奥さんですよね。そうそう、僕もね、巫女と奥さん。小春が奥さんかな、やっぱり、なんだかんだこう千里のことものすごく面倒見がいいっていう、ところとか、そのお菓子作ってきてくれたりとかっていう、その親身になってくれるところがいいなっていう部分がありますね。みことが友達で、七海が恋人かな。うちのお嬢さんを友達終わり。言い方です。なんか七海なんか風変わりなところがどういう人なんだろうっていうところ。僕もね、よくわからない、ななみちゃんがね、一番ちょっとよくわからない感じだけど、設定資料を見るとね、常に区内をね、持ち歩いてるって、だからね、友達かなって思う。これはより深いところまでちょっと見てみたいんですよ。恋人ってほら、割といざこざするじゃん。いざこざ。区内持ってる子、奥さんとか恋人だと。別に俺ら投げつけられたいとか、そういう衝動はないですよ。ピタッてやられるじゃん。どういうことってね。今の誰みたいな感じで死にてんのかと。杉山さんどうですか。圧倒的にはね、キャラ的にはもちろん七海なんですけど、それは奥さんに持っていく、恋人に持っていく、それは
友達程度でもいいですか。程度は書いてないほら。いやでもね、確かになんかこう、なんでしょうね、何を考えてるか分かりづらい人って、うん、こう一緒にいるとね、すごい分かってる人はいいと思うんですけど、うん、なんかちょっとこう杉山君ね、あの気遣いだからね、会話がないのもね寂しいなとか思ったりするので、そういう意味では、うん、まあ奥さんとかだったら小春みたいな会話ができるタイプの方がいいのかなと、うん、はい、恋人、はい、そうですね、じゃあ巫女と恋人、はい、あ、まあ、普通に、まあ、友達とかね。あ、なるほどね、はい、もうちょっと距離が詰められるといいね。そうですね。きっとなんか仲良くなればね、ちゃんともっと違った一面があるんだと思うんですけど、うん、本当にね、僕は本当にルートとしてあんまり関わりがないから謎めいたからね、うん、うん、こういう子これでもラジオにぜひ来てほしい。そうですね、ね、そうですね、それぞれね、また印象が変わるかもしれない。そうですね、なんかヒロインなんか3人にいっぺんに来てもらうとか、うん、ヒロイン3人でやってもらうとか、ノルン放送局ガールズサイド、うん、あ、そういうのもいいかなって思うんですよ。なるほどね。下野さんの方にも普通歌来てますか。あ、はい、ありますよ、はい、こちらですね、ひよこネームほやの塩辛さんからいただきました、はい、ありがとうございます。伊佐さん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。トリオドラマ CD3 枚揃えましたよ。ミニドラマでのゲーム本編ではない3人でのワイワイとした感じも楽しくて好きだなと改めて実感しました。もちろんシチュエーションドラマでは誰ルートでも、すっごいキュンキュンしましたよ。アニメイトさんでの連動特典ではアキトの精神統一方法がわかる面白い場面もあったりと、新たな面もたくさん見れて嬉しかったです。特に千里ちゃんのおまじないが、あの方にもぜひ一度言っていただきたい。きっとそう思ったのは私だけではないはずです。でもネタバレかなとも思うので、代わりに皆様早口言葉を聞きたいです。よろしくお願いします、うん、なるほど。おそらくミニドラマなんかでも出てくるような、ああいうやつですかね、うん、千里くん、千里くん、ヒロインのことはよくわからないっていう、ヒロインよりも千里くんがわかんないからそう、トリオドラマ CD も千里くんとは絡んでないんでね。ああ、確かに組み合わせ的にそういうの出てきちゃいますよね。一番多いのがね、カケルなんですよね。そうでね、やっぱり、うん、でカケルに対してもうものすごいね、あの、うん、呪い事をずーっと言ってるんですよ。あの人は、まあ、ね、僕はあのかけるもね、それほど関わりがなかったから、うん、カジ君が出てくれるまでかけるってどういう子なのかよく分からなかった、うん、ドラマをやってみても納得、あ、これは呪い事言われるわとありますよね。あまりにも圧がね、そうそう、結構ね圧がすごいから、そうなんですよ、そう、引きこもってるセニちゃんには厳しいかもしれない完全に対局にいるんでね、うん、本当に、うん、まあ、だからそう考えるともう本当になんとかあの人だけを何とかしてくださいっていうことで、もうずっと呪いのわら人形ずっと持ってますからね、かけるのやつね。杉山君もね、じゃあ一緒になってほしいあのかけると、ああ、そうですね、なかなかでもそのね、CD ドラマの時に、うん、あの一緒に初めて一緒に撮りますみたいなパターンが多いじゃないですか、うん、だからそういうのも楽しいんですけどね、うん、きっと多分イベントの時にスーッとなる方もいるのかなってまだ分かんないですけど、どなたがいらっしゃるのかなですけど、いや、もう全員の性格は多分イベントやってみないとやって、ああこうなんだ、そうなんだっていう、ね、あの、はい、放送流れてる時はもう3月末ですけど、そうです、はい、もうね、もう月初めに終わっちゃってるんですよ。そうです、皆さんね、そういったあの新鮮さをね味わっていただけたらと思っております、はい、というわけで以上、皆さんからのふつおたご紹介しました。これからもノルンのネットへの熱き思い、ゲームの感想、我々の質問など送っていただけたらと思います。お待ちしています。ノルン放送局、ノネットトーク。番組ホームページ上に書いてある9人のキャラクターから出題されたお題、こちらに答えてくれた皆さんからのメールをご紹介します。今回は僕、下野紘が演じている一ノ瀬千里からの質問です、はい、内容は何時間連続でゲームをやったかの自慢と、ゲーム以外で一人でやると楽しいこと。おい、やらしいこと言うな。伊佐さん、伊佐さん、どきどきさん、まあ、うん、うん、それは来てたら、はい、読みます。え、来てないの？残念ながら来てないんです。みんな。さあ、早速参りましょう。ひよこネームユッキーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。千里からのお題、ゲームを何時間連続でやったかということなんですが、はい、高校生の時に24時間ぶっ続けでやったことがあります。寝ないで。
幼馴染4人でお泊まり会をした時にみんなでゲームがしたいなとなりまして、うん、とある戦国ものをやり始めました、はい、シミュレーションゲームですか？いや多分シミュレーションではなくてあのアクション系の方の、ああ、なぎ倒していくやつ？そうです、そうです、いざやり始めると私以外の3人が方向音痴であることが判明し、ミッションの場所にはたどり着けず、どこにいるかもわからず迷子状態、しまいには敵のいないところで武器を振り回すします。あの 3D 画面で方向がわかんなくなる、わかんなくなるっていう。たまにあのそういう方いますね。ありますね、はい、それが、面白すぎてみんなで大笑い、予定では 2,3 時間のつもりだったのが気がつけば朝になってしまいました。すでに12時間ほどやっていたのですが誰一人全く飽きずに買い込んでたお菓子で空腹をしのぎつつ夜までひたすらゲームしてしまいました。なるほどね。さすがに終わってから4人で裏若き女子高生がこの2日間何やってたんだろうと反省しましたが、うん、今となっては良い思い出です。はい、うん、まあでも4人と一緒で5人でやってたでしょ、うん、そうだ普通マップとか出てるでしょ。だって、ね、そうなんですよ。そして誰かがねサポートしないと。違うんだから多分普段そういうゲームをやらない人たちなんでしょうね、うん、ほとんど。このチラチラしてんの何と光ってんの何っていう、もしくは地図の出し方がわからない。なるほどね。いやでもそこら辺はね、まあ飽きずにやったんだったらいいけどね、うんうん、そうですね。シミュレーションゲームとかって終わりどころ難しい、ね、難しいですね。シミュレーションだと難しいです ねでアクションゲームの場合は、うん、終わりたいところで割と終われるから、うん、ね、うん、やめられるのにね。あと定番で言えばなんかあのスゴロク系のゲームあるじゃないですか。あるあるある、うん、昔僕もね高校時代の友達が別荘を持ってて、うん、で、なんかそこ自由に使っていいよっつって、うん、男4人で別荘泊まって、うん、で、なんかこう最初はワイワイ楽しく喋ってて、で、まあ、じゃあゲームやろうかっつって遅い時間になってゲームをやり始めたんですけど、その家をですね、提供してくれた友達がですね、最下位になり始めまして、あ、ね、そいつ、負けず嫌いで気まずいやつ。予定ではですね、4時間ぐらいやる予定だったんですけども、うん、まあ、2時間ぐらいでですね、そいつがもういいよっつって、ゲームをほっぽり出しまして、そして一人の友達が、そいつを慰めに行き、残り2人で2人分をやるっていう。やめてもいいじゃん。無理に続けなくてもいい。で、やってたんですけど、最終的にはもうなんか30分ぐらいして、もういいかなっつって、なんかもう上の2人もなんかもう寝るみたいな感じの雰囲気になったから、そろそろ寝ようかっつって、4時間のところからですね、2時間半ぐらいで就寝っていう。あ、楽しい、はい、楽しいところで、ね、そう考えたらもう皆さん楽しい思い出ですからね。まあ、それでね、飽きずに行ってきたのはいいな、うん、本当にね。杉山さんなんかこういうのありますか？なんかゲームとかって普段やられます、うん、ゲーム好きなんでよくオンラインゲームと、うん、同じ声優業界の、まあ、ディレクターさんとか役者さんとかみんなで遊んだりしますけど、逆になんかこうね、大人になって親からどうこう言われないじゃないですか、うん、一人で、うん、でだからこそ自分で気をつけないと結構明け方まで次の日、ね、夕方から仕事だしとかになると遅い時間までやっちゃったりとかありますね。オンラインゲームとかって余計にやめ時が難しいよね。からないんでみんななんか結構夜型だったりすると、うん、もう普通にみんないるから普通の感覚って、うん、遅い時間って感覚がなんかなくなってっちゃうっていうか、うん、そうですよね。だって外にいるわけじゃないですからね、うん、そう外にいたりすると小町の様子とかで、うん、あ、まあ、こんな時間だからってなるのに、ね、家だといつでも寝られるからってなっちゃうから、ね、しかもね、テレビ見てたりするとこはもう終わりの時間だなって思うけど、ゲーム画面しか見てないから分かんないもん、ね、分かんないんですよ。そうですよ、恐ろしい話で、みんな気をつけて、はい、ノルノルト以外はそんなにやらないでいいですよ。そんなことはないですよ、そんなことはないですよ。はい、では続いてまいりましょう。はい、はい、こちらですね、ひよこネームあいささんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私は文化祭の時カップルに囲まれながらスマホの充電も切れるという、切れるという中で、一人でしてたことを紹介したいと思います、はい、ちょうど隣にあったゴミ箱さんと会話していました。お、日頃の鬱憤や愚痴などを聞いてもらい、最近の流行りを聞いてもらったりして1時間耐え切りました、はい、ちなみにそのゴミ箱はペットボトルのゴミ箱さんです、はい、ゴミ箱さんはすごく聞き上手なので皆さんもやってみてください、はい、なるほど。その店から出るっていう、うん、あれさ、この流行りの擬人化的なものですか？いや、そういうわけではなく、じゃなく多分本当にゴミ箱さんだと思う。語りかけてるだけ、はい、だと思います。帰ってこず、うん、そうですね、はい、聞くだけっていう、聞くだけ、うん、聞き上手ですからね、うん、他にもね楽しいこといっぱいあるからね。ざっくり。でもまあスマホの充電が切れるっていうことは、まあ、モバイルバッテリーを持っていくといいかもしれないね。うん、ていうかそこから出られなかったんですかね。出られなかったんでしょうね。昔酔っ払った時に友達と、はい、うん、
あの、その、家にあったぬいぐるみで、うん、あの、飲み会の終わりでみんな集まってたんですけど、うん、なんか酔っ払ってなんか変なテンションでずっとぬいぐるみ遊びをしてたことありますね。なんか、あの、可愛らしいぬいぐるみ同士が撲殺をし始めるっていう。ああ、殴り合わせる。殴り合わせる。で、やられても、やられた方は、やったなーっつってまた生き返って。今のトーンがちょっと危なかった。やったなって。ちくしょうそうそうそう。おーっていう感じ。違う違う。そっちじゃない。違う違う。あ、危ない危ない。で、必殺技とかを繰り出してて、やられるけど、誰も、どっちもやられないっていう。なるほどね。あれ、もう、なんだかよくわかんない楽しさがありました。冷静になって考えると、いい大人が何やってんだろうなっていう。いや、いいんじゃないそれで。まあでも、ぬいぐるみね。あとでね、ごめんねってやっといた方がいい。語りかけてダメなんです。その動物の形をしてるとダメなんですよ。ダメなんです。ダメなんですね。あ、ごめんねっつってやっちゃう。はい。ということでね、皆さんね、一人で遊ぶ方法はいろいろありますからね。あのペットボトル用の軍箱って、あの丸い形があったりする、表に置いてやるやつとか。多分そういう形なんだと思うんですよね。蓋とあのペットボトル本体としてるやつあるじゃん。あれ中同じって知ってた。あれそうみたいなんですね、うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、何の意味もない。いや、まあ後で分けたりするんだけど、結局あのペットボトル以外のゴミが捨てられないようにってああいう形になってるみたいです、ね、あ、なのでね、あの、たまにこうくちゃっとゴミを捨てようとする人います。やめてくださいね。ペットボトルのゴミ箱さんは悲しがっていますから。なるほどね。ちょっとマナーのお話でございますね。はい、はい、ありがとうございます。今日ご紹介した千里のお題はまだまだ募集しています。そして他のキャラクターからのお題にもガンガン答えてください。お待ちしています。またまた出ました、のるんチャンネル。このコーナーは毎回先生をお呼びして皆さんからのお悩みに簡潔にお答えするコーナーです。今回は下野博先生です。先生よろしくお願いします。よろしくベイベー。今回のお悩みは初めての先生ですね。よろしくベイベー。よろしくベイベーということでね、皆さんよろしいですか。ひよこネームしなこさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうベイベー。私はかさぶたができるとついつい剥がしてしまいます。剥がしたところはまたかさぶたになるって分かってるのについつい剥がしたくなるんです。こんな私はどうしたらもっと我慢強くなりますかベイベーということでございます。先生いかがでしょうか。我慢しなくていいベイベー。我慢しなくていいんですか先生。剥がしてもいいけど、それを剥がしたくないんだったら自分の好きなキャラクターのシール貼るといいとベイベー。傷口にシールを貼れと。シールを貼る。はい。ということで、皆さん、オートメイトさんから傷口に貼る用のシールが発売されるようにお便りたくさん出してください。よろしくお願いいたします。ご購入よろしくベイベー。よろしくベイベー。ノルンチャンネル、次回をお楽しみに。ノルンタイムアタック9。このコーナーは目の前に並んでいるカードを1枚引き、そこに書いてある答えを9つ上げ、そのタイムを競うコーナーです。今回チャレンジするのは、杉山のりあきさん。はい、よろしくお願いいたします。杉山ベイベーが。はい、杉山ベイベーが。あれ、コーナーまだ続いてます。失礼しました。杉山さんがね。変わってます。僕もベイベー言わなきゃいけない。変わってます。大丈夫です。はい。今回、2回目の挑戦ということで、いかがですか？勝利。これ、難易度によって、はい。全く違うんです。ねえ、ものすごいタイムに差が出てくると思うんですね。そうですね。確かに。楽なカードを引けたらいいなと願っております。間違っても16秒とかあの平凡なタイムを出さないですね。16秒、あれおかしいな。16秒そんな平凡ですかね。さあ、はい、この6枚どれを選びますか。じゃあこちらの右から2番目のカードにしたいと思います。待ってください。引かないでください。何かここでいいんですか。ここで今ならまだ変えても。あ、じゃあ変えないです。変えない。買えない。なんで引かないの？スッて引かせないんですか？なんでスッて引かせないんですか？ちょっとね、動揺させた。簡単な問題でもこれによって動揺するかもしれないと。はい、なるほどね、僕は皆さんに勝ってほしい。本当ですか？皆さんに優位になるようにして。待ってください。ちょっと微笑みが。見ちゃダメ。僕も見ちゃダメなんですか？僕は見ちゃダメなんですか？見ちゃダメ。あなた、次にこう、挑戦するんですか？あ、その辺も更新する。あ、そうか。そうなんです。さあ、杉山さん。怖いな。はい。始めますよ。心の準備よろしいですか。はい。はい。それでは読みます。お願いします。四文字熟語、9つ挙げ、ノルンタイムアタック。四文字熟語、臥薪嘗胆。はい。空前絶後。はい。あと、なんかこう、急ぎで出せって言われると、なんか、そういうコーナーです。そうなんですよね。はい。今二つですよね。はい。あと、なんだ、何があるかな。バジ豆腐。はい。何があったかな。四文字熟語、これはあの、はい、
佐藤拓也くんが引っかかった問題ですよ。引っかかった問題。あ、そうか。もしかして最長タイム叩き出して。いえいえ、惜しいところですね。2分54秒。何があるかなと。あと何があるかな、なんかこう。あと6つほど上げていただける。結構多いな。もう何言ったかそれを。待ってくださいね。雰囲気で4文字熟語でもいいですよ。雰囲気4文字雰囲気4文字って逆に難しくないですか。4文字であれば。4文字であれば。うん、だとしたら多分いっぱい出てくる気がする。うん、雰囲気4文字って逆にどういうんですか。あれ、焼肉定食みたいな。なんでしょう。下野広3文字だ。あ、3文字ですね。でも4文字で、なんとなく4文字でよかったら人名ほとんど OK になっちゃいません？あ、そうですか。あげられますか？湯佐浩二です。OK ですよ。いいんですか？いいですよ。あと5つほどあげていただけるとありがたいです。あと5つ。はい。いろんなものを見て OK ですよ。見て。いろんなものを見ても大丈夫ですよ。いや。でも4文字熟語載ってないと思うんですけど。原材料名。口どけケーキとか。それどこに読むって書いてあるんですか。どうしようかな。成功到底、はい、あとじゃあちょっと昨今あれな、防雪警報。防雪警報、はい、警報でいいのかな。いいです、いいです。防雪警報でいいです。あと3つ。あと3つ何があるだろう。石本さん、はい、お菓子でも食べて。口どけ食べて。いい。石本さんのことにですよ。いいのありましたよ。冬季限定。冬季限定 OK です。なんかもう雰囲気にどんどん逃げて、ね、でもな、何があるだろう。あと落ち着けば絶対出るはず。杉山さん知ってる。今何分経過してます。今教えられない。今教えられない。あれも気にしないで。じゃあ除菌消臭。除菌消臭 OK です。はい。あと1個でしたっけ。あと1個。あと1個。あとじゃああった。美麗作画。美麗作画、はい OK です。ダメだ、もう全く頭が回ってない。大丈夫です。すごいです。すごいすごいですよ。いや、僕途中で見ましたけど、素敵な数字が。いや、杉山さん、はい、どうですか、手応えは。どっち方面の手応えで、更新したなっていう感じします。杉山さん、おそらくね、杉山さんの中では20分ぐらいの感覚だと思う。はい、多分なんかもう、ということでね、結構いっちゃってる気がする。発表されます。はい、はい、杉山さん、記録は6分20秒。すげえ。これで杉山さん、家を整理しておいてくださいね。いや、まあでもあれですよ。まだまだね。まだもしかしたら、まだ下野さんの2回目があるかもしれない。勝者、最短の人が勝者かもしれないですもん。あ、そんなことがね。はい。可能性としてはある。あるといいですね。ということで、杉山さんは6分20秒、ノルのタイムアタック9でした。ノルン放送局。ノルン放送局、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。ここでノルンからのお知らせです。ノルンノレットのファンディスク、ノルンノレットラストイーラが発売されます。ファンディスクでは本編エンディングの後日談を楽しめる要素をはじめとし、登場キャラクターたちが可愛いチビキャラになって登場、様々な問題を解決していくコメディ要素満載のコンテンツも用意しています。ノルン本編で描かれた世界観やキャラクターたちをより深く知ることができる本作の発売を楽しみにしていてくださいね。次にコミカライズ情報です。赤月香織先生の美麗作画でかけるルートを描いた公式コミカライズコミックス、ノルンノネットが絶賛発売中です。また9編のショートコミックに加え、公式書き下ろしのショートストーリーも収録したアンソロジー、ノルンノネットアンソロジー、こちらも発売中となっておりますので、気になる方はぜひお手に取ってみてください。はい。そして3月1日からグランドメニューがリニューアルしたオトメイトカフェに、ノルンノネットのメニューも追加されました。新しいドリンク、フード、スイーツをご堪能ください。はい。最後にラジオからのお知らせです。 DJCD ノルン放送局ボリューム1がこの配信日の今日3月28日に発売になりました。ボリューム2以降もアニメと予約特典がありますので、詳しくはラジオ配信ページからチェックしてください。ということで、そうですね。そしてこの番組では皆さんからのメールを募集しています。ノルンノネットへの熱き思い、ゲームの感想、我々の質問などの普通歌をはじめ、あなたの素朴な疑問質問にズバッと答えるノルンチャンネル、9人のキャラクターが皆さんに質問しているノネットトーク、そして皆さんおすすめのお菓子や食べ物の差し入れ情報などもお待ちしております。はい。ということで3月もあっという間でした。はい、ね、終わっちゃいましたね。 DJCD も発売になりましたので ね、 ね、そちらの方でまた改めてこの番組を振り返っていただくもよし、うん、はい、
杉山さん気を落とさないこの番組すごくね流動的ですからね何がどうなってるか次にいらした時にはどういう方になってるか分かりませんし、はい、その場合はいい方のタイムを使うかもしれないもう僕のさじ加減なんですそう前回やってるののタイムって、はい、結局早い方と遅い方どっち使うんですか遅い方です遅い方使うんですか遅い方使うんですじゃあやればやるほど遅くなってきますよねあの更新して遅いタイムを叩き出せば出すほど最終的にはなんかもう番組もう1本分使った人とかあの DJCD でやるかもしれない志村さんどうでしたいや初めて参加した当番いや面白かったです ね本当に自分の番じゃないとすごく客観的に見られる客観的に見られますね見られるしいろんな考えができるから志村さん今回はね、すんなり答えられる質問だったからよかったけどそうですね次回はどうかないや本当に四文字熟語来た時にちょっと一瞬うわーやだ自分だったらと思いましたもんでもこうね自分の回じゃないから冷静に考えられたけど自分でこうタイムを測られると絶対出ない絶対出ない気がしますねそれはわかりますねいやもう油断せずにまた次回もあると思って、ね、はい、次回はね、また誰か来るでしょうまあそうまあまあ仕方ないです4月の当番誰かなそこら辺も楽しみにね待っていてくださればと思います、はい、お二方もぜひ、はい、予定が合えばというか、ねはい、スケジュールが合えば出ていただければと思いますよろしくお願いします、はい、お願いしますドルン放送局お相手は加賀美樹役の湯佐浩二と3月の当番一ノ瀬千里役の下野博と宿利明人役の杉山典明でしたバイバイ はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、ダラダラやっていいコーナーですからね。あ、そうなんですか。お菓子をご用意しました。本当ですか。差し入れ情報いただきましたので、はい、スタッフが揃えましてですね。はい。今回ね、ひよこネームしなこさん、ひよこネームむつきさん、ひよこネームつばきさん。このお三方からご紹介いただいたお菓子をご用意しております。ああ、具体的に商品名はちょっとね、言えないんですけどもね。はい、はい、はい。これは馴染み深い、皆さん、幼い頃から馴染み深いお菓子のちょっと高級版みたいな。そう、お菓子ですね。はい、おこれなんかでも触ってみるとなんか。形が違いますね。違いますよ。あの細長いやつじゃないですよ。ね。本当だ。棒状じゃないですね。あ、そうですね。で、ああ、でも確かに、ちょっとその名残はありますね。確かに。ああ、そうですね。このボコボコした感じね。ああ、すごい。うん、エビ強いな、これ。うん。確かにそうそうそう。エビ成分がかなり強いですね。ああ、すごい、うん。うまい。と、もう一つがこちらね、お餅ですね。お餅ですね。歯応え餅でね。あれあん入りって書いてあるけど、これ、なんか違うのかな、うん、色が違いますね。米、砂糖、水飴で作るお菓子だそうです。季節のあん入り。この黄色いのと紫色ってなんか違うのかな何か違うんでしょうね。なんか書いてないのかな季節のあん入りだから多分柚子あんとかそういうものかなこれ色からすると。そうですね。書いてないですね。っていうことなのかな、うん、開けてみて。じゃあ僕黄色い方オーソドックスな、はい、オーソドックスもうこれがオーソドックスなのかすらもよくわからな い, っていう、ね、多分でもそっちの方がオーソドックスな感じするねああオーソドックスです、ね、夕日僕のやつ、はいはいうん、あんこですねこれ感じね、うん、これは中はなんかやっぱりゆずあんっぽいですね、うん、いやー、うん、うまいうまいあ、うん、なんか結構あんこが入ってるからもう少し重めかと思ったけど、うん、結構あっさりしてますね、うん、このお餅がやっぱりね羽豚餅柔らかくて ね軽いもんね、うん、あとあんこもね優しい優しい、うん、優しい甘さあの柚子の皮の香りが、うん、なるほどね、うん、美味しいですねもうだんだん巧妙になってきて、ね、甘いものとしょっぱいものを料理するそしたら終わんなくなるじゃない甘いものしょっぱいものってね、うん、こう今完全にね僕はその受注にはまってますこれがまた俺どうですか普段食べるお菓子ってまあスタジオとかにこう用意してくださったりしたやつをいただいたりしますね最近でもせんべい類が多いですねおかきとかあ美味しい、ね、置いてあるとああそうね、うん、やっぱりちょっとねやっぱお腹鳴っちゃうからねここからが空いた時に何でもちょっと入れとけばいいけど、うん、そうですねおかきとかはやっぱりね歯応えがあるからね、うん、あとうちにでっかいなんかそういうケースみたいなのに、うん、カキピーですね僕はああカキピーも美味しいよねカキピーザラザラいっちゃう食べ過ぎるとあれ結構な高カロリーなんですよね、うん、あのピーナッツが入ってるからねそうピーナッツがねまあでも栄養も満点ですけどね、うんうんうん
なんか聞いたところによると、あのピーナッツのあの突起部分が一番なんか、うん、あのカロリーが高いんですよね。そう、もう元になるところ。元になるところ、うん、なんか一番成長しなきゃいけないところにやっぱりこうカロリーが集中するらしくて、うんうん、あそこを外すだけでなんか全然違うらしいっていう。うん、でも栄養素もやっぱり減っちゃうわけよ。まあ、ね、確かにそうです、ね。成長エネルギーがそこに詰まってるわけですね。そうですね。ピーナッツとか僕も聞いた話なんですけど、うん、ピーナッツとかすごいあの、まあ、エネルギーというかカロリーがあるから、うんうん、火をつけると燃えるっていう話を聞いて。ああ、でも油脂分が多いからね。うん、から、うん、多分新しい新鮮なやつはそうなのかもしれないですけど、うん、へえ、そうなんだと思って。徐々にハマってるやついますよ、ここに。もう全然耐えきれずに。いや、この、さすがにね。うまい、うん。本当にエビの香りが。